こんにちは、サワドラです。今回はこちらですね、現在竜王の実装等で周回している方が多いメラ属性強化の地獄級、こちらのオート周回パの紹介をしていこうかなと思います。はい。で、まずパーティーなんですけど、パーティーに関してはこちらはですね、リーダーにワイトキング、サブにドロル、鉄鋼魔人、アークデーモン、アンクルホーンを入れてます。で、理想パに関してなんですけど、理想パに関してはこのアンクルホーンの枠ですね、こちらをグレートドラゴンに変えていただいた方がより良くなります。もしくは一応相当かけて、今回がイオとヒャドウ、こちらの2つがボスに通るんですよ。で、この2つで相当かけてもらうと S ランクキャラがこんな感じですね、キャラマシンだったりとか出てきますので、まあ、この辺りで持ってる S ランクキャラがいる方は一応 B のところ、ドロルはただ使うので、ドロル以外のところはできれば S ランクに変えていただいた方がより安定してクリアはできるかなと思います。で、ちなみに5ターンクリアとかも全然狙えるので、持ってる方はそういったのでやってもらえるといいかなって感じですね。で、僕と同じパーティーでもしされる場合で、もし勝てない方ですね、僕の場合このレベリングで1回も負けたことないんですけど、もし勝てない方に関しては特技の育成ですね、僕が一応このワイトキングだけ上げてまして、バギが4、まあ、使わないんですけど、ドルマさんのバギクロスが5なんですよね。で、それ以外は全部特技レベル1になるので、まあ、それ以外の特技レベル、特にアークデーモンですねのヨナズンとか上げてもらうと、より安定して早く回せるようになると思うのと、レベリングですね、僕鉄鋼魔人が64で、アークデーモン81で、アンクルホーン A3 の70とかになってるので、まあ、この辺を上げていただくと、もしやってみて勝てなかった方とかはより安定するかなと思います。僕の場合はこれで全然1回も負けないので全然回してるんですけど、っていうのがまずパーティーの紹介ですね。はい。で、立ち回りの紹介なんですけど、立ち回りに関してもオートになります。ただ初期配置の解説をさせていただくために、この戦闘準備はちょっとあえてつけて1回入りますね。はい。で、まあ、あとはこのメラ地獄級をもう放置するだけなんですけど、初期配置だけ気をつけていただく必要がありまして、まず敵がここですね、出てきまして、こんな感じですね。配置に関しては左側、これかなり重要になります。で、まず左斜め上にアンクルホーン、左下にドロール、で、鉄鋼魔人、アークデーモンの並びにして、右のここですね。ここに、ワイトキングを置いてください。で、これに関しては1回だけ、最初だけですね。最初の1周目だけこのセットしていただければ、今後ずっとオートで入るときは勝手にこの配置で始めてくれるので、ここだけしっかり1回だけですね、やってもらって、2回目以降はもう普通に入って放置しとくだけで全然できますので、これだけお手数ですが、やってください。じゃあ実際にやっていきます。で、この配置の場合ですね、動きなんですけど、まず最初相手が動いて、バギクロスが2体にちょうど当たります。で、この2体が攻撃当たる範囲にないで何もできないんですよ。なんで1ターン目はノーダメージで突破できます。で、ここでまず防御アップを2つ打たれまして、こっから動くキャラがいるので、ここで先にこのキャラが動いちゃうと攻撃もらっちゃうんですよ。それをあえて調整してこの配置にしてるって感じですね。で、2ターン目になるんですけど、2ターン目も煉獄長が動いて、いまいちのやつにしか当たらなくなってます。で、バキクロスで左を落とせまして、メラゾーマですね、ここ耐性があるやつが入るように配置をしてますので、全然火ダメを抑えれるって感じで、イオナズンが2体に当たります。で、ここでヒャダルコが3体に当たるんですよね、ちょうど重なってくれるので。で、ここから結構美味しくなります。で、ヒャダルコ次2体ですね、複数体に当てれるようになるので、で、ここも一発もらって、バギクロスですね、で2体巻き込めます。で、相手の攻撃もらって、ワイトキング倒れちゃうんですけども、あとヨナズンが、あ、ヒャド使いましたね。これオートでヨナズン使う時とかもあるんですけど、で、こんな感じで、あとこれだけなんで、アンクルホーンのヒャダルコで落とすって感じで、ボタンクリアも全然オートでいけまして、より安定して回せるので、まあ、ぜひやってもらえるといいかなと思います。で、ミッションコンプに関してですね、もし狙う方に関しては、999ダメージはおそらくキラーマシンとかにエールデバフ耐えて、デバフ、まあ、スライムエンペラーですね、とか使っていただいたり、倒れずクリアはカバウとかでやれば、ま、いけるかなとは、僕ちょっとやってないんですけど、これでオートで回せるんでスキップいらないかなと思ってやってないんですけど、まあ、狙う方はそういったのでやってもらえるといいのかなと思いますっていう感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。これからはもうドラゴンクエストタクトの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にドラゴンクエストタクト楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。ファミ通さんの記事僕が担当している分リンク貼ってますので、そちらも読んでいただけると嬉しいです。バイバイ。